テニスファン、リコです。日比野プロとダブルソーシオ、いいよいいよいいよありがとうございますお願いします。元気いいなよろしくお願いします。よろしくお願いします。現役の日本ランキング1位の選手に、はい、ゲストでお越しいただけるのは、はい、これはこんなチャンネルとしては喜ばしい。いやもちろんです。このオファー男子の1位である西岡プロに来ていただいて、はい、でそして女子の1位である日比野さんに、はい、来ていただけてコンプリートしたと。まずは今年のね、はい、まず一つの最高なゲストをお迎えしておりますが、日比野さんはですね、あの我々と同じく、はい、あのザムストさんのアンバサダーでもなるほど、はい、いうことで、はい、そんな宣伝もできたらななんて、はい、ということで僕も思って、はい、あの思ってるんです。日比野さんも、はい、まあ、普段から、まあ、練習だったり特に試合の時はインソールを中心にザムストさんの商品使われてるっていうことなんですが、はい、いかがですか、つけ心地は。練習、試合、トレーニング、はい、全てであのザムストのインソールを入れてしていて、はい、やっぱテニスはこう足からの力、はい、足ニスって言われるくらい、うん、足からの力を大切とするので、本当にあの自分に合ったインソールを使えるっていうのはパフォーマンスに上がっ、あの向上につながるので、うん、すごく支えてもらってます。日比野さん、あのカスタムバランスというですね、あのザムストさんの製品の中でも店舗に行って実際測って、はい、オーダーメイド皆さんも買うことができる、やつなんですけども、はい、ザムストさんもう少し、はい、あの手に取りやすいというように、はい、あの高尾さんこちらです、ね、あの我々今までも紹介していますが、はい、フットクラフトというですね、はい、まあ、セミオーダーというようなイメージで、はい、3タイプですね、この、はい、アーチの高さが分かれているものがザムストさんから出ているので、はい、まずはここからというようなところで、はい、まあ、高尾さんもずっと使われていますが、はい、そうです。やっぱり足元がしっかりすることによって姿勢がこうね良くなったりだとか、やっぱりこう力が入りやすいとか、はい、結構僕なんかあの荷物をしっかり持って、はい、重い荷物持ってやっぱり移動したりもするので、はい、すごい大事な部分ですね、はい。そしてフィルミスタリストという手首のサポーターもよく使われているということですが、はいはい、テーピングだと少し締め付けすぎるんだけど、うん、でもちょっとサポートしてほしいみたいなところ、うん、時にフィルミスタは従来のサポーターより柔らかいので、はい、うん、あのすごいガッチリっていう感じではなく程よくサポートしてもらってる感じがするので気に入ってつけてます。テーピングしかも技術がいるんですよね、はい、でもこれはこうピッピッて自分でね、はい、あの強度をこう変えられるの で、はい、それがやっぱりいいですよね、はい、そして最近巷で、はい、めちゃめちゃ流行っているアームスリーブ、はい、特に片腕につける選手、はい、全日本でも続出続出私も真似してますけども、はい、皆さんも練習の時は結構よく使われてるっていうことです、はい、もう大好きですね、はい、あの遠征にも6つセットくらいで持っていくくらい、一番の目的としては日焼け対策、はい、まあ、99% 紫外線をカットっていうことで、はいはいはい、あのそういう使い方もできるんですけど、うん、試合の時も着用する時があって、その時やっぱりこう外すとあの疲れが違うなっていうのは実感してます、はい、うん、本当に自分に合ったものを使ってもらったらこんなに違うんだっていうのを体感していただけるんじゃないかなと思います、はい、今日はザムストの製品をこうスッとこんなに効果あるんだぞというところを僕がプレーで証明していきますので、はい、ってことはダブルスですか。はい、ダブルスで日比野さんに勝ちたいと。日比野さんに勝ちたい。高尾さんのお力を借りて日比野さんに勝ちたいと。それで僕がいるんですということで、ちょっとお付き合いいただけたらと思います、はい、ということでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。テニスプレーヤーを支えるザムスト。ザムストはさまざまな部位のサポートケア用品を展開しています。じゃあトス行きましょうか、はい、水選手、じゃあ、はい、お願いします。マスの特ね、この特にこれね、どうぞ。さよダウンで、ほら、おー、長い。あ、リリムアップです。アップレシーブにしますか。サーブ、そうですね。佐久間さんサーブということ。お、じゃあ佐久間さんサーブでいきましょう。レシーブで、はい、サーブでやらせてもらって、いきましょう。このために練習してきました。違うか。お揃いのアームスリーブで戦います。はい、頑張ります。頑張ります。はい、位置を倒して倒したいね。倒したい。君の選手を倒して、リコちゃんに勝ちたいのもある。そうですね、うん、そうですね、楽しまないとね。そうですね、はい、まあ、僕はあの佐久間さんがいいプレーができるように頑張ります。そこ、ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。お願いします。よっしゃ。おお。いや。
狙ったよね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 狙ったよ ね, 狙ったよねみんなびっくりしてるけど狙ってる狙ってる、そうそう習いましたか、なんかどうやってるけど絶対たまたまよ、ね、狙ってる狙ってる狙ってる、すごい球打ちましたよ、スピンサーブですから、そうそうそう、スピンサーブ、なるほど、返します引っかかったな、さあさあ、はい、来たお願い、おぉいいね、強気だね、いいよいいよいいよ、オッケーオッケーオッケー、ほらほら、ちょっともしかしてサーブ調子いいですか、いいかもしれない、よし、いきょん、はい、おぉ、ナイスサーブ、3年間の成果出てるよ、3年間のよしよしよし、え、オッケー、はい、サーディフィフティン、ポルトです、はい、あれあれ、ケーケーケー、助かった、いやいや、まあ、大丈夫、ケーケーケー、耐えました、さあ今日、はい、うわっ、ジャスタ、ジャスタ、ジャスタ、あった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 、すいません、ナイスです、よしよしよし、おじいさん、はい、あ、やばい、ごめんなさい、あばっ、おお見てる見てる、いつも通り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 、いつも通り、いつも通り、いつも通り、すいません、お水大丈夫、大丈夫、大丈夫、すごい、あれ、そすごい、さすが何十試合も見てるだけあるな、ポルトです、ポルト、なるほど。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 そうですね。狙わ、狙ってきますからね。それは当然です。自分とこ来ないみたいな感じにならないように。フィフティーンラブ。レッド。レッド。パスアップ。終わっちゃう。すごい。よし。あの視聴者の方々驚かないでください。はい。いつも通りです。いつも通りです。最近アームスリーブを白にしたんですよ。白にした。白星。すごい。ナイスショット。ごめんね。あっ。あれ。なんか変なことをしましたね今。いやいや。いいないいな。ナイスタイナイスタイ。大丈夫大丈夫。はい、行きましょう。行きましょう。サーティフィフティ。はい。取るよ。悪くない悪くない、オッケーオッケー、40-50、おぉナイスサーブすぎて引っ張れなかった今、引っ張れなかった、自分のナイスサーブに驚いてて、ストレートって言ってたからストレートのつもりだったのがいいサーブすぎてもう今ちょっと腕持ってかれた、一瞬危なかった、はい、すいません、お願い、よし、ナイスナイスナイス、危ない、
勝負挑んでる構えてるところで打っても絶対に抜けない。 いやいいですいいです。ナイスキープ。ワンゲームオール。よいしょ。高尾さんじゃない。すごい叫び声聞きました。 15 ラブ。よいしょ。すいません。ナイスサーブだ。サーティラブ。はい。よいしょ。サーティー15。はい。よいしょ。オッケー。おい、ナイスマッシュ。あー、力強い。いや、簡単じゃないね。ミス期待しちゃって。もう一回やってくれるんちゃうかな。フォーティフィン。出力が。はい、ナイスナイスナイス。ラケット持ってからだよ。ナイスです、ありがとうございます。おらおら、音がにくかった今。よし、パン。よいしょ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 。オッケーオッケー。ほらほらほら、大丈夫大丈夫。やってやりました。絶対に抜かせないって。これノーアドね。ノーアドで。ノーアドで。どう、リコちゃんで。リコちゃんが行きます。ここだけアイフォーメーションしましょう。はい、相手どっちか分かんない。どっちに動いた方が楽ですか、佐久間さんは。右に動いた方がいい。右に動いた。じゃあちょっとセンターラインより右目にいて、はい、右に動いてください。はいはい、ボディーサーブを使って。はい、ほら、大丈夫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 。ナイスポイント、ありがとう、見たんだった。はい。それはノーアドだからね、緊張感高いから、もちろん。ほらね。チャームスリーブの色変えようかな。さっきまで白がいいって。なおちゃんがそういう戦法取るならこっちもじゃあこっちも少しは少しはね、うん、フィーティーナブです。いこう。あっ、はい、当たった。ナイスヒット当たった。まあね、当然ね、どこを狙うっていうのは必要だからね。行、はい、きましょう。行きました、すいません。フィフティーンオールです。あ、やばい。うわあ、もういた。ナイスボレー。ああ、いい勝負したよ。ナイスやっちゃう。行けると思った。よし。今ちょっと目があったんだよね。はい、うまいな。うまい。うまいな。よし。さすが。よしよしよし。よし、はい。サーティフィフティーンです。ああ。ありがとうございます。めっちゃ曲がる。めっちゃ曲がる。めっちゃ曲がる。あれね、カットボールや。フォーティーフィフティーンです。あっ、ナイスプレー、ナイスプレー。よしよし、いや、徹底的にいかないと。いい陣形だった今。すいません、手が出なかった。よし、じゃあ負け方で。はい、よいしょ。フォーティーサーティーです。危ない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 。よくよく厳しいボールだった。どうします？あんなギリギリ。君の選手とやりたい。やりましょう、やりましょう、やりましょう、やりましょう。
おー、巻いたごめんなさい、ネットインはしょうがない、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 ナイスプレー、佐山さんナイスプレー、ナオちゃんナイスショー、プレッシャーがすごい、いや耐えた、確かに佐山さんが 120% と言ったのに、よし、13です、はい、ナイスサーブ、ナイスサーブ、ナイスサーブ、すごい、完璧なパターンに、パートナーが驚いちゃった、驚いちゃった、ナイスサーブです、あとあと、サーブ、すいません、いや、サーブ良さ、あと、ナイスサーブ、さあテンポ、ノブレ、もしセカンドになったらかなり思い切っていいです、フォーティーラブだから、うん、強気でいきましょう、 OK、 はい、惜しい、そう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 、ナイスプレー、ナイスプレー、えい、よし、スリーポイントが、セカンド早っ、セカンドじゃなかった、セカンド早っ、足切ってますね、いやいや、いいプレーです、いいプレー、ね、やっぱフォーティーラブの時にもちろんノーアドにはなりたくないんですけど、はい、やっぱセカンドサーブになった時もちょっと考えといた方がいいよね、はい、こういう時ね、確かにそうですね、で入れに行って、はい、ポイント取れればいいけど、はい、取れなかった時に、はい、あのレス、なんていうか、こう、はい、ディフェンシブになるとやっぱ良くないと思うんで、はい、うん、ナイスプレーです、ナイスプレーです、どうしようかな、ファイトいきます、よし、位置でもキープします、ここよしポジショニングがおかしいです、多分そうだよねバレてるよし、サニーです、よーしょ、頑張れ、あーよし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 、ナイスキャッチ、ナイス、ナイスフォロー、よっしゃ、ありがとう、すごいの帰ってきて、シティナッツ、はい、あまあまあこういうこともある、いや今自由自在の展開だったんですけど狙い通りだったサティラス、あと、俺に俺、まあ、ちょっとバレーボールじゃない、あれイメージやりたいことは分かります、分かります、はい、うわ、やばい、使ってきます、まずい、まずい、容赦ないね、結構よし、40-50、よいしょ、取れ、取れた、レッドです、レッド、おぉ、どんどん浅くなっていく、うらもう分かるよね、絶対来るっしょ、怖い絶対来る、それはそうです、怖いなんかいたね今よし、しぶとい、しぶとい、ナイスナイス、最後、ポルト、危な、はい、あーしょっ、オーケーオーケー、ありがとうございました、ありがとうございました、ナイス頑張り、ナイス頑張り、ありがとうございました、リコちゃん、ありがとうございました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 、ジャムスト、ただいまの試合4対2で日々のプロリコピンペアの勝利です、ありがとうございました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 、どうでした、日々選手、佐久間さんとのこの対戦は、いや、佐久間さんの力強いボールは結構、はい、
怖いですね、受けてて。結構サーブ力強いと思う、はい、今日特にちょっとでも気抜くと結構パワフルなボールが来るので、今日は間違いなく人生で3本の指に入る出来でしたね。出来だった。本当ですか。まあもちろんミスはね、はい、当然あるスポーツであって、はい、その中にもすごくいいプレーが僕、はい、今日はしぶといボレーもね、はい、あったし、まあもうリコちゃんも勝手狙ってた、もちろんです。もう迷いがなくて迷いがなくて勝ったのに悔しそうじゃなくて、なんか今日の出来に満足してる感じが嫌です。いやいや大満足です。もうちょっと悔しがってくださいよ。完璧でした。ここだけ見たら勝ったみたいになるじゃないですか。特に反省ないんじゃないですか。だから成長しないんですよ。ライバル物語が結構面白い。 まあそこにね僕らがね、あの入ってくるというね、はい、ことでしたけど、やっぱ最後から2番目のポイント、はい、やっぱもう来るぞ来るぞ来るぞってやって、やっぱくれるんで、うん、球をリコさんが、まあ、勝ちましたけど。本日はあのザムストさんの PR でやってますけど、はい、ザムストさんのインソールアームスリーブ、いかに素晴らしい商品か分かっていただけたかと思います。ですよね、日比野さん。はい、もう力強いプレーが全てを物語っていました。はい、本当にあの、まあ、3色あって、はい、白と僕黒です。はい、黒です。ところでウェアの色に合わせていただけるといいかなと思いました。し、やっぱインソールは3種類、あの高さもそうですけれども、はい、違う、滑りやすかったり、はい、ちょっとクッションが多かったり、はい、まあ、ぜひちょっとお近くの店舗とかで、はい、ぜひ試していただけて、自分に合うものを探していただけたらと思います。ということで、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。オンラインテニススクールチームスタテニでは YouTube では公開していないレッスン動画を圧倒的なボリュームで配信中。毎月10本以上の新作動画も見られます。さらに専用アプリのチャット欄で高尾プロ、小野田プロに直接質問をして個別指導を受けることができます。テニスのこと何でも聞いてください。まずは14日間無料トライアルをお試しください。チームスタテニ。